BTS のメンバーは超がつくほどの仲良しグループです。距離感なさすぎじゃないと思うこともしばしば。メンバー同士で密集したり、焼き餅を焼いたり、楽屋などでも常にわちゃわちゃしている様子はアーミーの目を楽しませてくれます。今回はアーミーならみんな大好き BTS の仲良しな姿をまとめました。 BTS が仲良しだとわかる出来事。皆様は BTS が仲良しだとわかる出来事といえば何を思い浮かべますか？私はメンバーがギュッと密着している集合写真がお気に入りです。これは絶対に外せないですね。楽屋で楽しそうに過ごす様子や撮影の合間にふざけ合う姿も可愛くてたまりません。数多くあるメンバーたちの仲良しシーンの中からおすすめを選びましたので、ぜひご覧ください。密集度がやばい。まずは BTS おなじみの密着集合写真から見ていきましょう。距離感ゼロな写真がたくさんあります。密集度が本気でやばいです。明らかにスペースがあるのにテテに寄りかかるシュガ、チョングクの足の上に座るジミン、ジミンの太ももに手を置くジン。どう見ても密着しすぎですよね。 J-HOPE のいる位置も遠くないはずなのになんだか離れて見えるほどです。他のメンバーに比べてそんなにベタベタしないシュガですが、この時はチョングクの足の上にちょこんと座っています。マンネに乗って指ハートするシュガが可愛すぎです。チョングクはシュガが落ちないように気をつけているのか、そっと手で支えているところが男前ですね。 BTS のメンバーが密集するのは座っている時だけではありません。立っている時もみんな近くに集まります。メンバー同士がくっついている姿は本当に可愛いです。ジンなんかジミンの腰に手を回しちゃってます。BTS のメンバーが L 字型のソファーや椅子に座るときは角の部分に座る人たちが密着しがちです。あるあるの光景ですよね。この時は J-HOPE と RM の足が窮屈そうにくっついています。絶対狭いであろう場所にギュッと集まる彼らを見ていると仲の良さに心が和みます。この写真は情報量が多くてヤバいです。チョングクはJ-HOPE の首にがっちり腕を回し、テテはジンと RM の足の上に座り、ジミンはテテと RM の足に自分の足を重ね、シュガはジミンの首に腕を回しています。7人全員が密集しすぎてどれが誰の足なのか頭がこんがらがります。テテを見てください。肩を組むのを通り越してシュガのことをギュッと抱きしめています。シュガとテテ、距離感ゼロです。妙に真剣な表情なこともあり、なんだか気高いオーラを放っています。また距離感ゼロになっている人たちがいます。今度はチョングクがテテにべったりです。テテの足の上に座るだけじゃなく、上半身もテテに寄りかかり、手もしっかり握っています。きっとこの程度の密着なんて日常茶飯事なのでしょう。こちらの写真、テテがジンの腰に手を回しています。こんなにくっつかなくてもカメラには収まるのでしょうが、彼らからすると離れている方が違和感があるのかもしれませんね。BTS の集合写真を見ていると、メンバー全員が本当に仲良しだということがよくわかります。焼き餅を焼いてしまう。韓国で2016年に放送されたドラマ、パラン。テテが演技に初挑戦するということで、放送前から大きな話題となりました。良い人たちと撮影できて本当にありがとうございました。アーミーに自慢しますとテテが投稿したツイッターには、共演者たちとの写真が添えられています。テテはもともと社交的な性格で、芸能界にも友達が多いことで有名ですが、このドラマをきっかけに、パランの共演者たちとも仲良くなったそうです。共演者の中でもパクソジュンとパクヒョンジクとはとても親しくなったそう。その後パクソジュンを中心に5名で結成されたウガウガファミリーは多くの人に知られています。
2019年6月に開催されたファンミーティングマジックショップの現場にうがうがファミリーからコーヒーワゴンの差し入れがあったこともあります。このように交友関係が広いテテ、過去にはテテとファランの共演者たちの仲が良すぎるがゆえにメンバーたちが焼き餅を焼いたことも。2017年2月リリースのスプリングデイの活動をしていた当時、韓国の音楽番組で春の日に〇〇と〇〇したいという文章の〇〇の部分に言葉を当てはめる BTS の姿が映し出されました。テテはチョングクとゲームがしたいと答え、チョングクはメンバーみんなと自転車に乗りたいとパーフェクトな答え、テテは何かを感じ取ったのかテイク2を希望します。改めて質問を受け、今度はメンバーみんなとお花見旅行に行きたいですと答えました。画面には映っていませんが、シュガのそれは嘘ですと鋭いツッコミが入ります。ジミンはファランの兄さんたちと遊んでろと言い、ジンとチョングクもジミンの言葉に加勢します。チョングクは僕たちには愛してるなんて言わないのにとかなり拗ねている様子。テテ、メンバーたちの焼き餅にタジタジです。愛してるに関してテテはファランの兄さんたちと約束があって冗談っぽく愛してると言い合うんです。メンバーたちはそれに嫉妬しているようですと説明します。それを聞いたジンは冗談でも僕たちには愛してるって言わないじゃんとご立腹です。テテは棒読みで愛してますと返しました。テテの態度にあっちへ行って信じられないというジミン、ジンと二人で手遊びをし、テテのことを無視します。テテはこうやってふざけるのを楽しんでいるんですと言いますが、メンバーたちの嫉妬は根深いようです。ジミンが冗談はさておき、V がメンバーに対してもう少し関心を持ってくれたら僕らも寂しくないのにと言い、ジンはグループチャットに愛してるって送ってくださいと追い打ちをかけます。メンバーたちに手紙を書いてみてとジミンが提案すると、テテは愛してるって言い始めたのは僕じゃありません、ファランの情景がと言い訳を始めました。続けて BTS の情景は愛してるって言ってくれないし真剣に歩み寄ってくれないんですと訴えます。ジミンは即座に僕が V だったらメンバーたちに何も求めず愛してますって伝えますよと言い放ち、言い訳ばかりのテテを責め立てます。テテは最後にファランの兄さんたち愛してますと言い見事なオチを披露しました。本当にどれだけ仲がいいのでしょうか。こんな風に焼き餅を焼いてしまうほどメンバー全員テテのことが大好きなんですね。焼き餅を焼くメンバーが可愛いとこのやりとりは多くのアーミーを夢中にさせました。楽屋の過ごし方、7人は楽屋でも仲良し。公式 YouTube チャンネルにアップされている動画の中から仲の良い光景を選抜しました。2020年10月8日に公開された動画ではドーナツを頬張るメンバーたちの姿があります。早速ドーナツにかぶりつくジョングクですが、一口食べた後に驚きの声を上げます。めったに見ることのないジョングクのしかめっ面にヒョンたちは大騒ぎ。ジョングクはレモン味のドーナツに衝撃を受けたようです。レモン味苦手だったんですね。ジョングクこれは違うと思うよ、このこれレモン味じゃないと思うよと違うドーナツを教えてあげるシュガ、子供をなだめるようにジョングクをフォローするシュガの慌てっぷりが面白いです。その後はみんなで美味しくドーナツをいただき、ジンに一口ちょうだいとおねだりされたジョングクがあーんしてあげる場面も。ホットコーヒーを飲みながらコーヒーと一緒に食べた方が美味しいというジョングク、その言葉を聞いたジェイホープがちらっとジョングクを見ると当たり前のように自分のコーヒーを渡します。メンバー同士で一つのものを分け合う光景はいつものことですが、やっぱり何度見ても癒されますね。ジンが携帯電話にマジックで名前を書こうとしている映像が
2021年1月12日に公開されました。携帯電話に直接マジックで書くという行動にそばで見ていた自民もびっくりです。その日は携帯電話の素材とマジックが合わず文字が書けなかったので断念。後日ケースをつけて再チャレンジです。大胆に大きな文字でジンと書いたジン、 J-HOPE と RM から歓声が上がります。するとこの文字にいたずらするジョングクの姿がジンに一本線を付け足してジャンに変えてしまいました。今度はジンが仕返しします。ジョングクのクッキーのポーチに僕は JK だ、僕は RJ が好きとマジックで書いてやり返しました。ジンが落書きしたポーチを見てポーチかわいいなとマイペースに感想を漏らす種が、ポーチ自体もかわいいしそのポーチをかわいいという種がもかわいいし、ジョングクがクッキーのポーチを使っていることもかわいいし、もうかわいいの大渋滞です。メンバーたちがリラックスして過ごす楽屋での様子は本当に楽しそうで、見ていると笑顔になります。2021年1月15日にアップされた映像では楽屋でカメラをマシンガンのようにして遊ぶジョングクの姿があります。楽しそうに銃を撃つふりをするジョングクを見たジン、ジミン、テテは爆笑。とても微笑ましい平和な光景です。ジョングクがカメラを離した後はテテとジンも真似して遊んでいます。二人ともやりたかったんですね。嬉しそうな笑顔が子供みたいです。カメラを銃に見立てる発想が面白いし、小学生男子のような過ごし方が可愛すぎて何度も繰り返し見てしまう動画の一つです。続いての映像ではスタッフからのホットクの差し入れにテンションが上がるメンバーたちが映し出されました。 J-HOPE はホットオーク、ホットオーク、ホットクくださいと歌って喜びを表現しています。この時ホットクを食べたいと思っていた RM、ウィバースに書き込んだ RM のホットクを食べたいという投稿を見たスタッフがサプライズで買ってきてくれたようです。美味しそうに食べ始め、ホットクがあるだけでワイワイ盛り上がるメンバーたち、ジンと RM はよっぽど嬉しかったのかホットクを食べる姿を自撮りしているのですが、ジンが撮った自撮りの適当さにみんなで爆笑します。ジンのことをからかうけど、でもジンさんはどう撮ってもイケメンだよと J-HOPE が言い、 RM も僕がこの顔ならこんな風には撮らないよとナチュラルに褒めているところがさすが BTS って感じです。ちなみにこの映像は2021年9月13日に公開されましたが、 RM がホットクを食べたいとウィバースに投稿したのは2020年12月15日の話。12月15日、Twitter ではホットクがトレンドになっていました。BTS の影響力の強さがわかるエピソードですね。2022年1月5日に公開された動画は楽屋ではなく通路なのですが、メンバーたちのやりとりがとても可愛いのでご紹介させてください。動画はジョングクの前で可愛さをアピールするジミンから始まります。ジミンの可愛さにジョングクもニコニコの笑顔に、ジミンは待ち時間を利用してメンバーたちに関節のほぐし方をレクチャーします。腕をぐるぐると全力で回すジミン、あまりの速さに RM はヘリコプターみたいと驚きます。ジミンを真似してRM とジョングクも腕をぐるぐるさせて楽しんでいます。ずっとぐるぐるさせると目の錯覚で逆回転して見えるらしく、ジョングクとジンは一生懸命腕を回すジミンを何度もスマホで撮影、顔を寄せ合い撮った映像を見て爆笑する3人の笑顔が可愛すぎます。どこにいても楽しそうな BTS のメンバーにほっこりします。ダンスの練習時もわちゃわちゃ、ふざけながらわちゃわちゃしてる様子は練習時ならではの映像でとても面白いです。ダンス練習のわちゃわちゃといえば2015年6月5日に公開されたホルモン戦争は、最初から最後まで全員が可愛すぎて目で追うのが忙しいほど。テンション高めの J-HOPE から始まり、
全員のテンションがどんどん上がって笑顔で踊る姿が最高に可愛いです。ジョングクがシュガを肩車した時にはみんなで大騒ぎ。シュガは子供のようにはしゃいでいます。肩車しながらピョンピョン飛ぶジョングクの凄さにびっくりしていたら、今度は J-HOPE がテテに向かって飛びつきます。曲が進むにつれてボルテージが最高潮に上がり、手をつないで飛び跳ねるジンと J-HOPE、 キレッキレのダンスを披露する RM とジミン、最後はテテがジョングクとジミンに蹴られるオチで、騒がしい練習動画は終了しました。かっこいいダンス練習動画ももちろん大好きですが、面白練習動画も癖になります。何回見ても面白いです。2017年10月27日に公開されたダンス練習動画は、じゃんけんで負けた人が白雪姫、勝った人は子供の格好をして踊るというハロウィン企画。最初に勝ったのは J-HOPE、RM、ジミンの3人。J-HOPE と RM は飛んで喜びます。続いてジョングク、シュガが勝ち抜きました。この2人も叫びながら喜びをアピールします。ここで RM が夢でテヒョンがやっていたと言います。予知夢だったのでしょうか。RM の言葉通り、ジンが勝って、テテが白雪姫に決定です。役を決めるだけでわちゃわちゃ大騒ぎの BTS。衣装はふざけているのに、ダンスは真面目に踊るギャップが面白すぎます。テテが扮する男らしい白雪姫は必見です。2019年6月9日に BTS フェスタ2019のコンテンツの一つとして公開されたスプリングデイのダンス練習動画。この動画はスプリングデイのラブリーバージョンで、その名の通り可愛い振り付けが至るところに散りばめられています。 J-HOPE の可愛いステップやジタバタした動き、ジンとジョングクのハートの送り合い、シュガの胸ぐらにつかみかかるジミン、ジンとテテにくるくる回されるジョングク、ジンとテテの小芝居などツッコミどころ満載の映像です。まとめ、今回はメンバー同士の密集度、メンバーに対するやきもち、楽屋での過ごし方やダンス練習動画のわちゃわちゃについてご紹介しました。 BTS の仲良しシーンは本当に可愛くて、何回リピートしても見飽きることがありません。 BTS に沼落ちする理由の一つがこの仲の良さですよね。彼らを見ているだけで幸せな気持ちになります。これからも7人の仲睦まじい姿を見続けて、どんどん BTS 沼にはまりましょう。